北海道マシケ軍の一マシケ軍は、北海道オルモイシン公局の軍。人口4036人、面積369.71桂平方メートル、人口密度10.9人桂平方メートル。以下の一長を含む、1879年に行政区画として発足して、以来、軍域は上記一長のまま変更されていない。江戸時代のマシケ軍域は、 西江戸地に属し、正木藩によって、増し場所が開かれていた。陸上交通としては1857年に、幕府の命を受けて、商人の伊達林江門が、増しけ参道を開作している。この道は、南の石狩国浜松郡から増しに至る九里余りを結ぶ目的で、浜松、増しの両場所を家を委任、伊達林江門が慈悲を当時工事を行ったものである。 このほか、マシケ山道よりも海側に改作年不詳であるが、石狩国浜松郡の千代市別とお冬を結ぶお冬山道も存在した。江戸時代初期の漢文9年6月日高国域を中心に起こった釈社員の戦いの際、マシケ周辺でも多くの和人が殺された。江戸時代中期の宝永年間には、五福島神社が創建されている。江戸時代後期になると、 文化四年国防上の理由から、マシケ軍域は天領とされ、文化六年には津軽藩によってマシケ金盤越冬陣屋が築かれた。文政四年には一旦マサキ藩領に服したものの、安政二年再び天領となり、今度は秋田藩が元陣屋を築き敬語を行った。この時、藩士や住民の死者を祀るため、秋田藩が 人と盛りを混流し、広志伝寺と名付けた。安政6年の六半分領以降、マシケ軍は、秋田藩領となっていた。母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、マシケ軍が置かれた。北海道1.29町村制止工事のマシケ軍の町村。ありがとうございます。